ご覧いただきありがとうございます。ラスタイルです。今回ご紹介するのは Q チャージのバックウィングチップのスエードとなっております。はい、こちらは年々希少となっている、Q チャージですね、3都市、今回は3都市のものとなっています。はい、こちら全体はスエードで覆われていて、毛足が短く、キメが細かいので、一般的に見ると、スエードではなく、牛の皮ではなく、鹿の皮を裏返しに使用したバックスキンと思われる方も、非常に多いかと思われるんですけども、名前もバックという、名前になっているので、そう捉えがちなんですけども、こちらは一応スエードという分類になっています。はい、噂によると、この質感なのは、チャージに問い合わせた方が、いらっしゃるらしくて、どうやら、レイオまたはアンテロープという、牛科の動物なんですけども、見た目が、鹿のような見える、動物の、皮から取られたものを、使っていると返事が、返ってきたという話もありますので、だからそういう意味でちょっとこう普通のスエード牛のスエードよりとは若干質感が違うのはそういったところなのかなと思いますね。はい、で非常にQチャージらしく、ラストも、73ラスト非常にクラシカルで、でパンチングもやっぱりこの大きめで、はい、非常にこう現代にやっぱりなかなかこう見ないような独特の風合いですね。はい、はい、状態に関しましては、当店での扱いでは、AB ランクという扱いになっています。はい、アッパーの状態に関しましては非常に、よろしいかなと思います。はい、このような感じで、特にスレといったこの辺りとかもスレも起きやすいんですけども、特にそういったものもなくという感じですね。はい、で、そこの方は、ハーフラバーが装着されています。はい、多分ハーフラバー装着後からは、ほとんど履かれていないのかなと思います。なぜかと申しますと、ハーフラバー装着後におそらく、そちらで装着した修理屋さんが、コバの方を仕上げていますね、綺麗に。この仕上げは、おそらく普通の、ご自分でやるやすって、仕上げるような、そういう仕上げ方では絶対仕上がらない、クオリティですので、おそらくそうかなと思います。実際ハーフラバーも全然減ってないですしね。そうなのかなと思います。しかもこのハーフラバー結構、いいお値段をするハーフラバーですね。通常の修理屋さんですとやっぱり3000円以上確実に、3000円もっとしますね。3500円とかは、今はする。結構いいハーフラバーですね。ビブラムの。はい。で、ヒールの方も、特に大きく削れてるわけでもないですね。一応、オリジナルの、チャーチオリジナルの、リフトです。はい。これになっております。で、中底の方の沈みも、あまり見られないですね。はい。Qチャーチとしては、かなり状態は、いい方かなと思います。はい。こんな感じで。この辺り、Qチャーチとか結構、この辺りが結構、こうパキッと、割れが起きやすいんですけども、そういうところも特になくっていう感じですね。ちょっとベロの方がこう中に若干こう内側に入っていますけども、ここも切れとかは特にない感じですね。はい、皮自体がちょっと強い皮かもしれませんね。普通のカーフよりかは。はい、といった具合になっています。はい、サイズ感に関しましては、先ほども申しました通り、73ラストですね。現行の173ラストのものよりはハーフアップ基本的に推奨しております。チャーチの現行173ラストを、ベースとしますと、コンサルディプロマットで、55F を測れている方が、OS ジャストサイズかなと思います。はい、一応こちらが、60F、60F ということですので、ハーフアップぐらいで測れるといいかなと思います。あとは、パラブーツのシャンボーダを 5.5 で測れる方、バリーラストを、オールのバリーラスト6で測れる方がおよそ適合するかなと思います。はい、
でこちら、ケア済みですので、すぐに、履いていただけるようになっております。まあ、これからの時期、ハーブラバーも装着していて、スエード、濃いめのスエードになります。まあ、濃いめというか、まあ、すごい濃いわけじゃないですけど、ブラウンの中でも少し濃い色になりますので、はい、通時期にも活躍してくれる一足かなと思います。はい、ぜひともこちらご検討の方よろしくお願いいたします。失礼いたします。